生まれたところに戻ってね、一つ一からやり直して始めたいと思ってるんですよ。帰ろう。帰る。うち帰ることを願って。1歳の子供がいたんで、やっぱり遠くに避難してその生活するっていうのもやっぱ子供には良くないかなと。避難をしている全、8000、事業者の方々をですね、個別訪問をいたしまして、その方々の状況等に応じた支援をきめ細かく行ってまいります。2020年には14円キロワットアワー、はい、2030年には7円キロワットアワーを目指しております。開発リスクの高いですね、井戸の掘削については国のご支援がですね非常に重要であると。福島の被災地においては再生可能エネルギーの最大限の、買い取りができるように他の地域と異なる特別のサポートを行ってまいります。